駅東側北側南側で入り口小倉台駅は千葉県千葉市若葉区小倉台4丁目にある千葉都市モノレール2号線の駅である。駅番号は CM13 相対式ホーム2面2線を有する公開機でバリアフリー設備として地平から改札外へのエレベーターと改札外からホームへのエレベーターがそれぞれ設置されている。改札口は西側に一箇所あり。 自動改札機、自動券売機が設置されている。出入口は改札外コンコースより北側に1カ所と、地平から改札外へのエレベーター1機、南側に1カ所と、地平から改札外へのエレベーター1機がある。2019年度の1日平均乗車人員は1582人で、ある。千葉都市モノレールの駅では、18駅中12位。付近の住民の利用が多い。 朝は主に通勤、通学に利用され、昼はお年寄りや子を持つ、大人の千葉方面への買い物などに利用される。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り。駅周辺は、閑静な住宅街が広がる。駅西側には、国来町通りがあり、北側に約1キロメートル進むと、 国道51号につながる。桜林高等学校あたり駅、北側で入り口方面。千葉東警察署あたり駅南側で入り口方面。最寄りの停留所は小倉台駅である。ありがとうございます。